エクトルマヌエルメンド・オサリポイは、キューバ・フベント島出身のプロ野球選手。2009年に U-16 キューバ代表として AA 世界野球選手権大会に出場し、大会最優秀投手に選出された。2011年からは、キューバリーグのトロンヘロスで、イスラデラ・フベントでプレー。なお、スポーツイニシエーションスクールのフラディオ・アルバレス・ガラン。 ええでフラデオアルバース・ガランを卒業後若手の、キューバ代表の大多数が在学するマニュエル・ハハルド、国立体育大学ではなく、農業技術者養成のヘッス・モンタレオロッペサ大学に在学している。巨人時代2014年7月17日、日本の読売ジャイアンツへ派遣されることが決定し、正式に契約した。2015年7月には、2015年、 パンアメリカン競技大会における男子野球競技のキューバ代表に選出されている。11月には WBSC プレミア12にキューバ代表として出場。2016年秋に巨人から戦力外通告を受け、10月3日に羽田空港発フランス経由の航空便でキューバへ向かった後に行方不明となった。アメリカのスペイン語新聞エルヌエボエラルドは MLB 球団との契約を目指すために亡命したという推測を伝えた。カージナルス参加時代2017年6月7日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結ぶ。2019年は故障者リスト入りを繰り返し、6月4日に解雇となる。投球フォームはオーバースロー。キューバ時代は自己最速98マイルパーアワーを記録した。カーブ、チェンジアップ。 スライダーを投げる。ありがとうございます。